皆さんこんにちは、週末サイエン田中です。皆さん、キクイモって知っていますか？最近話題になっているので知っている方も多いと思います。キクイモにはイヌリンと呼ばれる成分が含まれていて、血圧の上昇を抑えたり、お通じが良くなったり、ダイエット効果も期待されているすごい野菜なんですけど、意外と身近にあって、よく河川敷とかに行くと背の高い黄色い花の集団が見えたりするんですけど、それが実はキクイモだったりします。畑でも簡単に栽培できるんですけど、知っておかないととんでもなく大変なことになるので、ぜひこの動画を参考にしてみてください。まずキクイモを育てるときは、プランターや肥料袋とかの根っこを制限できる容器で栽培してください。僕はこのアゼ板を2枚組み合わせてプランター状にして育てています。で、ここに土だけでもいいんですけど、僕はちょっと下の方に藁とかの有機物を入れて堆肥化もさせておきます。で、キクイモの恐ろしいところは、なんといってもそのすごい勢いで畑に広がってしまう繁殖力ですね。僕も以前10株ぐらい畑に植えたことがあったんですけど、もう取りきれない量のキクイモができてしまって、しかもキクイモは土の中ですごい横に広がるんですよ。で、収穫も大変で、収穫を諦めてしまって冬を越したことがありました。そうすると、まあ翌年の春にそこら中でキクイモの芽が出て、駆除するのが本当に大変でした。土の中に、まあ芋の本体があるので、まあ、出てくる芽を春から夏中ずっと刈って刈って刈り続けて、なんとか駆除することができました。なので、キクイモを育てるときは絶対にその根っこを制限できる環境で育ててください。で、キクイモの植え付け方法は結構大きくなるので、40センチぐらいは離して植えてください。と言いつつ、ちょっと僕欲張って5つもここに植えちゃってるんですけど、まあ、キクイモを大きくしたければ少なめに、まあ、小さい芋でも良ければ多めに植えちゃってください。植え付ける深さは10センチぐらいで大丈夫です。キクイモは根っこが広がってそこに芋ができるんですけど、まあ、背が高くなるので、なるべく深めに植えた方が倒れにくくていいです。で、植え付けて3ヶ月も経つとあっという間に2メートル超えになっちゃいます。キクイモは野生でも育つぐらい旺盛なので、特に追肥とかはいらないんですけど、あげた方が芋は太ると思います。で、9月ぐらいになるとキクイモというだけあって綺麗な黄色い花を咲かせるので、花を取って飾るのもおすすめです。で、キクイモが枯れ始めれば収穫はできるんですけど、マイナス10度にもなる僕の地域でも平気で冬を越せるので、冬の間ならいつでも収穫できます。というわけで、1月になってから収穫してみました。あ、一つ問題がありました。土が凍ると収穫どころではなくなるので、なるべく霜が降りたぐらいに収穫した方がいいですね。幸い表面から10センチぐらいしか凍ってなかったので、まあ無理やり収穫してきます。結構大きいサイズになってますね。でもさすがに収穫が面倒になってきたので、ここでアゼ板で栽培していたメリットを生かしてアゼ板を外しちゃいます。根っこが制限されているので収穫は比較的楽ですね。これがもし畑に植えちゃってると、両腕を広げたぐらいの範囲にたくさんできてしまって、しかも土を掘り起こして収穫しないといけないので、この日じゃないぐらい大変です。元植えや追肥をしていないのにたくさん植えていたので、やっぱり小さいものが多いですね。ちょっと凍ってて取れないものもあったんですけど、だいたいこれぐらい取れました。まあ、大きいキクイモもぼちぼちありますね。
これをそのまま土に埋めておいてもいいし、新聞紙にくるんでおくだけでも春には種芋として使えるので、それも試してみてください。で、洗ってみるとこんな感じですね。こういった丸々と太ったやつは料理に使いやすくていいですよ。以上、菊芋の育て方でした。最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録してコメント残してくれるとすごく喜びます。